クリゾチニブは、アルック及び、ロス1阻害薬であり、アルック融合遺伝子陽性の切除不能な進行、再発の非小細胞肺癌の治療に用いられる。商品名はザーコリ。また、米国では、ロス1陽性転移性、NSCLC 治療薬としても承認されている。未分化大細胞型リンパ種、神経目細胞種、その他固形進行癌の治療での安全性及び、 有効性について、臨床試験が実施されている。開発コード p f 0 2 3 4 1 0 6 6クリゾチニブにより、間出性肺疾患、激症肝炎、肝不全が発現し、死亡した例が報告されている。臨床試験では94.8%の患者に副作用が発生した。添付文書に記載されている重大な副作用は、間出性肺疾患、激症肝炎、 肝不全、肝機能障害、QT 感覚延長、除脈、高中球減少症、白血球減少症、リンパ球減少症、血小板減少症、心不全である。20%以上に、視覚障害、悪心、下痢、嘔吐、便秘、不臭、疲労が発現する。人歩くとクリゾチニブの複合体。飛翔細胞肺がん患者の6.7%で、 遺伝子が組み変わって、エンド4とアルックが融合し、キナアッツェ活性を有する異常タンパク質が生成して、発がん性と惑性の表現系を示すと思われることが日本から報告された。この融合遺伝子が陽性の患者は主に、若年者、非喫煙者、かつイーグフラ遺伝子、K、ラス遺伝子変異性である。アルック陽性の非小細胞がん患者は、 全世界で年間4万5千人程度であると推定される。アルック変異はまた、神経目細胞種の約15%にも発生した悪性化に寄与していると思われるが、小児の抹消神経系腫瘍では稀である。クリゾチニブは、アミノピリ人骨格を持ち、標的となるエンリオンはアルック融合キナーゼの ATP 結合部位に強豪的に結合して、阻害効果を発揮する。 また、様々な悪性腫瘍で発現する、癌遺伝子である CMET、肝細胞増殖因子受容体チロシンキナーゼを、阻害する。クリゾチニブは、現在、腫瘍細胞の増殖、郵送、新順の調節を介してその効果を発揮すると、考えられている。他にも、クリゾチニブが、悪性腫瘍内の血管新生を阻害しているとする、研究もある。 エンド4歩く融合型チロシンキナーゼ素外剤の投与を継続すると遺伝子に2箇所の不可変異が生じ最終的に大多数の症例が薬剤体制となる。クリゾチニブは82名の歩く融合遺伝子陽性の患者のうち90%で使用の縮小または増大阻止効果を示した。また治療した患者の57%で30% 以上の縮小効果を示した。そのほとんどが洗顔で、非喫煙者、または、現金炎者であった。患者は、クリゾチニブ以前に、平均3剤を投与されていたが、標準治療が走行した患者は10%に、過ぎなかった。クリゾチニブ 250mg2 回、日を6ヶ月間投与したところ、およそ50%の患者で、起きい、嘔と下痢等、 少なくとも一つの副作用が発現した。副作用は長いもので15ヶ月間継続した。第3愛印象試験では、アルック陽性非小細胞肺癌患者で、クリゾチニブと標準二次化学治療が比較された。加えて、第2愛印象試験では、過去に一つ以上の化学療法を受けたことのある患者に対して、プロフィール1007と同様の比較がなされた。 2011年8月、米国 FDA は、クリゾチニブを終末期アルク変異陽性非小細胞肺癌に対して使用することを承認した。承認条件として、エンド4アルクの検出テストを事前に実施して、結果が陽性であることを確認するよう定められた。2012年3月、日本でアルク融合遺伝子陽性の切除不能な進行。 再発の飛翔細胞肺癌についての承認を取得した。2012年10月、欧州で成人を対象とした、基地療の未分化リンパシキナーゼ陽性振興、NSCLC について承認を取得した。2016年3月、米国でロス一陽性点異性 NSCLC へ適用が拡大された。クリゾチニブは肺癌のほか、 新構成派種性の未分化大細胞型リンパ種や神経目細胞種に対しても臨床試験が実施されている。ありがとうございます。